チューンブライドガチャをやっていくよ。狙いはなんだ？花嫁全員。花婿は？野郎はいりません。あのなぁ。一発目誰かな？新郎以外ならいいんだろ。期待が持てますね。かのちゃんでした。最初から金なんていい滑り出しじゃないか。さあどんどん引くよ。次は誰が出るかな？被らなきゃ問題ないだろ。2回連続金だよ。問題は中身だ。ルカちゃんでした。被らなくてよかったな。さあ引いて引いて引きまくりましょう。もうそろそろ被り出すと思うぞ。それならそれでいいもんね。3回連続金。誰かな誰かな。とうとう被っちゃったよ。別にいいんだろ。まあ他に役目はありますから。気分を切り替えて次に行こう。初の銀だな。中身は、イザナミさんですね。子供3人が覗いているぞ。気にしない気にしない。どれだけ引く気だ。花嫁全員ゲッチュ。何考えてるんだ。銀卵からは、シンデレラですか。被らなくてよかったじゃねえか。できれば先に金をコンプしたいんだよね。あと安心して引けるもんな。金が出ましたよマリサさん。落ち着け。とうとうルカも被っちゃった。プラマライキだな。そうだけど悲しいこと言わないで。さあさあどんどん引いていくよ。いいのが出ればいいな。銀だったよ。被らなければセーフだろ。エキドナだね。ちょっとは喜べ。あとリリスで銀枠は揃うね。結構いいペースじゃないか。さあ花嫁さん私についてきて。変質者みたいだぞ。エキドナも被ってしまった。ガチャに期待しすぎなんだよ。さて次の花嫁は、言動がいやらしいぞ。銀か。シンデレラまで被ってしまったよ。季節限定キャラは種類が少ないんだそりゃ被るさ。次は被らないで。その願い届けばいいな。やった金だ。カノだな。開いた口が塞がらない。気をしっかり持て。うん。カノって金枠じゃねえと思うんだが。星4だしね。リリス来て。残念シンデレラだ。ショックなのはわかるが気をしっかり持て。わ、わかりました。さあ次は何が出るかな。次こそリリス。シンデレラだったぜ。もう落ち込むのに疲れたからどんどん引いていくよ。立ち直ったというより開き直りだな。銀ならリリスちゃん出てきて。そうだなそろそろ出てもいいくらいだもんな。やった、リリスちゃんだ。どうやら花嫁ではないみたいだな。これはこれでよし。銀はコンプしたので金で出てないのが出るまで倍速だよ。で、ハゴー。強引だな。同じもの何度も見たってつまらないよ。そりゃそうだが。さあ早送り早送り。変化があれば倍速止めろよ。もちろん。さあどんどん引いていきましょうか。シンデレラばっかだな。気にしない気にしない。さてそろそろ。目の色が変わったな。果たして。ルカちゃんでした。残念だったな。再び倍速号。と行きたかったけど金が出ます。なんだってー。さあ何が出るかな。金だな。果たして中身は。ラーじゃねえかよかったな。ちっとも良くないよ。新郎には用はないんだから。そうか。視聴者の皆様も綺麗な花嫁さんに期待しているんだから。そうか。新郎はいらないんだって。まあコンプ狙いということで。花嫁コンプしたらさっさとやめるんだから。倍速号。早すぎないか。6倍速だよ。なんでまた。さっさと結果を知りたい視聴者さんのためだよ。とここでまた金が出るよ。ラーじゃないの。いいキャラなんだがな。本家もいるし被らなくてもいいじゃん。今度の金こそ花嫁を。ダメだなこりゃ。新郎はお腹いっぱいだよ。そう怒るなって。早すぎだぜこりゃ。何か忘れてる気がする。銀枠でまだ花嫁いたんだね。よかったな。ボックス整理して。金が出ても持ってるものは飛ばしていくよ。身も蓋もないな。同じもの見ても仕方がないじゃない。それはそうだが、それに確認ぐらいなら十分できるよ。まあそうなんだがな。
この動画は視聴者様に大変優しく編集しております。ただ単に間が持たせられないだけじゃないのか。なんてことを言うのさマリサ。結果が早くわかり、家庭の状況がわかりやすい、まさに画期的じゃないのさ。そうかな。そうだよ。現代社会においてスピードと正確さはとても重要なんだよ。仕事を早くしろというやつか。嫌な言葉だよね。とにかく出ていないものが出るまではこの調子でいきます。しかし今回よく被るよな。運営の陰謀だねきっと。結婚式という私服の行事を利用して私服を肥やすなんて。お前さすがに言い過ぎ。出現率から察するに何か陰謀めいたものを感じるよ。確かにこれはひどいが。では通常スピードに戻ります。この金が今まで出ていないキャラなのは確かだよ。エスカマリキター、あれだけ引いてやっとか。まだ引いてないキャラはいるから引いていかないと。ドツボにはまったな。とにかく期間中にスキル間にするよ。金だね。ルカの姿ってさ、なんだ。サツキとよく見間違えるの私だけ。ここまで引くと運営に搾取されているとしか言えんな。出るまで引いていくよ。サツキさんそろそろお願い。願ったところで結果は、変えたいんだよ。やっとお披露目だよ。よかったな。とりあえずお気に入りっと。間違えても売れないもんな。バステトちゃんは録画してない時に撮ったので花嫁全員ゲットだよ。一人目。二人目。三人目。四人目。五人目。表情違うな。六人目。七人目。八人目。9人目、10人目、11人目のバステトちゃんです。12人目のサツキさん。おい、対象キャラは13人だぞ。あと1人は新郎のガディウスだからいらない。あくまで欲しいのは花嫁だけか。誰がお気に入りだ。どの花も美しすぎて一つに絞れない。光源氏かお前は。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。チャレ男柔道攻略しよう。難しいけど頑張れ。